あ、ごめん。ちょっと待って待って待って。ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。ああ、お、耐えてる。ルイージの攻撃ようやく耐えるようになった敵が現れたわ。もう終わったと思ってたよ、俺正直。まあでもこれで終わっちゃうんだけどね。いやー、でも、ルドヴィックが忘れられねえ。げこれ、どうしような。ルイージいるのか。これどうなんの？たははははマリオが先頭になっちゃったよ。あ、やべ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 、ちょっとどうしようこれ。マリオ戦えないよね。ちょっと逃げよう。ルイージ単体ならいいんだけどな。厳しいよな。てか大きくなっちゃったよし。大丈夫なのこれって。大きくなっちゃって、チビじゃないといけないんですけど。おお、テレサと遭遇しちゃダメってことが。よし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 、行けた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 。うわ、ボブル、やばい、ボブルあるぞ。まさにマリオブラザーズみたいなの撮ったぞ今。完全にマリオブラザーズじゃねえか、やってることが。熱いよー。お、動く床、マリオブラザーズやってる感覚になるなこれ。本当にすげえ。わ、敵は敵は、気をつけて、敵、はい、オッケー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 、はい、おお、おわ、何これ、クッパのなんか、びっくりした、クッパの絵みたいなのがある。何これ、え、何これ、本当に。あはは、ちょっと待って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 。これ草しか生えないんだけど、えい。いや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 、趣味が悪趣味しねえ。えい、おー、やっぱり。あー、なんだ、それもクッパ戻らないんだ。ってことは、これをやれば、ピーチ姫がっていうやつやんな。え、でもどうなるんだろう、この土管は戻るようらしい。押してみるか。はい。え、どうなんの？あ、え？なんか、この部屋作ったやつ誰だよ逆に。すげえ悪趣味じゃん。部屋のセンスを疑うわ。お、いるじゃん、ロイ。さあ、この部屋に来たのはロイですね。あれ？ロイってもしかして何もしないの？そんな威風堂々と構えんの？いや、そんな、威風堂々。いや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 、怪しいな。そんなわけないんだよな。ロイってさ、今までのクッパ軍団 RPG 見るにさ、そんなずる、ね、なんかずる賢いことやってくんだよ。戻ったらどうなの普通に。いや、でも一回戻るんだろうな。え、どこに会うの？ロイ、あ、え、あ、よ、ここでおしまいだ。わざわざ人は間隔空ける必要ってどこ？自分の足場が狭かったの。え、おい、これ、ひけども、こいつを見てるの、9。こいつは0だったらゲームオーバーだ。なるほど。残り9ターンということですね。よくわかりました、あなたの考えは。はい、わかりました。太陽行くぜ。じゃあ全力で行きますね。じゃあ全力で行きまーす。なるほど、残り9ターンしかねえのか。やべえな、9ターン以内で仕留めないといけねえな。あ、これはもう、儲かりですよね。ファイヤー効くのかやってみよう。てか、今のうちに。いくぜ！おーらら、ルイージ頼むぜ！せーので、ほい！あ、あんま効かない、やっぱ。クッパ軍団に炎効かねえんだ。8、え？え？ん？あ、耐えてる、あいつ！痛い！やばい！はい！あ！クッパ軍団の動きを見たのは、もしかしたら君が初めてなのかもしれない。ああ！テレサがいっぱいいる。全部処理しよう。全部処理しよう。処理終了。お、これか。これね、一つね、僕知ってるんですよ。確かに、サンダルによってこうやって歩くことできるんです。一つ知ってますよ、僕。この前言いましたよね。これです。はい、実はこれで歩けちゃうんですよ。歩けるようになりまして、くっつきを必要する必要がないんですね、このゲーム。気づいちゃったんですよ。あ、これいらねえなーって。気づいちゃいけねえとこに俺は気づいちまったのかもしんないけど。続いて、このスピンと、どっちでもいいです。スピンでも入ればどっちでもいいです。この状態歩けるんで、
くっつきをする必要ってないんですよ。なんならくっつきよりこっちの方が楽ですよ。これ。くっつきより楽です。果たしてサンダーパワーの意義とは一体何だったんでしょうか。何？ウェンディの部屋に来たんだけど。あ、ウェンディだ。私を捕まえてみな。これ気になるんだけど。あ、はい。わかりました。これって多分なんですよ。一人で、じゃあハンマーで行くぞ、オラってしても、そうですよね。ということで、やることはただ一つ。一人待機です。で、Y の切り替え。Y ハンマー、はい。こういうことですね。結構わかりやすいな、君は。さあ、クッパ軍団、コクッパのね、こう一点、ウェンディー。7! お前もそういうタイプか。あ、回ってる。まあ、本物はなんとなくわかるけど、俺も。へえ、コクッパ軍団全員揃ってくるんだ。7ターンか。やばいな。やることは変わんないですよ。まとめて一掃せよ、はーい。とりあえず、まとめて一発撃って、気をつけて。何か来る。さっきみたいにワンパンもある。ぐるんぐるん。一番右。しかも、割と耐えるようになってますね、敵がちゃんと。これも手加減しなくていいよね。もう手加減は必要ないな。せーので。よいしょ！まだカンカンにもなってないってことはやばいな。相当だな。今カンカンになった。気をつけて。何来るかわかんないぞ。はい！なるほどね。分身作って、何人作ろうが知ったこっちゃないよ。あれ、6。いや、何人言うか変わらん。やることは一緒だ、サンダーブロスだ。はい。上から失礼。今回はすっと勝ててよかったな。てか、分身6ターンまで作んの、お前。ああ。割と強敵になってきた？やべ、タイムアタック急に始まった。タイムアタックだ。急げ急げ、何をすれんだ、何をすれんだ、何をすれんだ、ハンマー。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 間に合わない、間に合わない、間に合わない。これいけないの？壁ごとね、壊すことってできない？もしかして、ルイージ。走って。ちょっと一回やってみよう。ハンマー、ハンマーでいいのかな？それとも何？これでいけないの？あ、いける。あ、痛そう。これでやってんのか。あ、これあれだね。上から押すと、こうやって浮き上がるんですよ。なので、切り替えて、マリオとルイージを B で押して前に進む。BB。B で A。で、入れ替えて、B で A。入れ替えて、B で A。この繰り返しでいきますね。ジョークエンドで学んだやつだね。で、二人が合流できると。さあ、コクッパ7人衆。残るは、誰だ？あと何人だっけな？あれ、また潜んの？ルイージ一人で行くけど大丈夫かい？なんか浮いてるね。ボム兵。あ、何？緑の髭、やっつけてやる。なんで緑の髭なんだよ。おお。あー！相変わらずラリーってテニス好きなんだな。ラリーは相変わらずテニスなんだね。あれ？なんかさ、何発目かでさ、なんかとどまっちゃうんだよね。あ、いけたいけた。何だったんだろう、途中のあれは。途中の何だったんだろう、あの、なんか疑惑の判定。返せなかったんだよな。あれ何だったんだろう。あ、じゃあ、ラリーさん、います？あ、いましたね。たははははハンマーで叩くことすら許されない。はい。5!
どんどん短くなってくなぁ。じゃ、全力いくよ、ラリー。ほい、ほい、はい、行くぞ今、あれ、短期戦、行くぜ !1、2、あ、やられるたびに何縦髪直すの、君。へぇ。まずは、590。考えられた。いけるか ?5 ターン以内に。5ターン以内はいけるんやけどな。普通にやってたら結構5ターンってもしかして大変?だって俺らの死ぬ速度もさ、1ターンだもん、だって。俺もなんかね、死ぬ速度が1ターンで死んねんだわ、ルドウィックもそうだけど。あ、なに ?5! 来るね。はい!あ!はい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 !オーケー !324! あー、ちょっと待ってってだからなんで自爆するやつがこの世に多いんだ自爆してくんだよ、みんな。このセーブブロックとハートが来て、階段を上がった。その先にはもう、あともう、クッパすぐんないるっけ?クッパ全員倒したっけ?もうラストだよ、これ。何?誰だ?え?あ!ゲロコピッツだ。なるほどな。ふるるるるるるる。ついにここまで来てしまったルルね。いよいよ我の実力のほど、見せびらかす時が来ちまったルルよ。来たか、ゲロコピッツ。何?いやいや。あの、ジュゲムに、こんな晴れ舞台ないでちょっと照れるる。何してんの?ジュゲムはそういう風に使わないでくれる?でも、考えてみると、ゲラゲーボールの復活の我のおかげルルよ。まあ、そうだね。いや、ちょっとな、え?それに何かっつうと、我あれこれ手を下していたルルルル。確かに、クッパ軍団 RPG では、ギャラゴピッツがもはや最後のボスみたいな感じだもんな。ギャラゴピッツもしかして結構虎視眈々と狙ってたの?ということは、我との戦いが本当の意味で一番手強いルよ。何回同じこと言っとんのよ、君は。最強の戦い前に長い話はいらないルル。ゲラゴピッツかレッツゴー。オキドキ。あ、この曲なんだ。羽ばたいとったな。あ、どうすんのこれ。これどうすんの、メカに入ってるとき。ゲラゲモーナの前にはやっぱお前が立ち上がるわけが。どうするんだろうね。パッと見、サンダーで、ショートして中から出てくるみたいな、そんなのを考えてるか。それか、貫通するか。いきなり貫通可能か。どっちか。多分どっちかだと思うよ、それは。さあ、どうする?どっち?んなもん、貫通に決まってんだろ!貫通には夢がある!貫通だ!あ、全然だ!やっぱり違う。ダメージが出てない。違うみたいだね。叩きすぎ。じゃあ、そうじゃない。小賢しいルル、これでも食らうルル!ん?気をつけて。こっちもワンパンツーパンだぞ。ルドウィックで学んだ。ワンパンツーパンしか食らない。あ!合ってるんだ。合ってるんだ。叩いて、それをカウンターさせないとダメなんだ。すげえ羽ばたいてんな、にしても。ゲラコピッツも進化したな。じゃあ戦わせてもらうぜ、ニューノク!よし、ちょっと高め。せーので高めです。いけー!マリオじゃ出ない、打点が !242、結構出てるわ。よし、ルイジ、早く動いたね。任せなさい、じゃあ。じゃあ行きましょう。行くぞ行くぞ、マリオ、マリオ、おー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 いけいけ !6、100、136、82、52、32、32、40、32、32、40。ぷくんじで。あ、え、あ本当の意味で一番怖いって何だったんだ?どうやら我のマネ向きみたいルル。てか、なんだったらお前さ、カウンター攻撃1回しかしてないじゃねえか。まあ、俺のせいなんだけど。あ、
これも運命ルル。すべてなお負けを認めるル。あ、なわけないわな。最後ちょっとしたね、すべてに逆転するルル。最後に我は割られるよ。お前たちはマミーのとこに消えてなくなるよ。イエーイ。あ、最後は最後は最後は何が最後、逆転のさまざまで無能王子今来たの。あはははは、何してんだおめえらも。最後は最後は最後のいろんな逆転逆転さまざまで君たちは一体何してんの。あ、あ、あ、そんな、あ、ゲルコピッツ星になっちゃった。君たちはまた借りができちゃったかな。じゃあまた後で。何だったんだろう、あのやりとり何だったの。